よいしょ、行こう。ほい、上がりますよ。ちょっと待って、あー、絶対絶対上がったら撃たれたらサム。ちょっと待って、お、オッケー、すごい、グレネード投げようとした瞬間に撃ったら落としたな。グレネード投げ返しもできるんやったっけな。うわー、カカカカカカカ、うぃー、ちょっと待って、スナイパー何人か倒したからさ、弾があるよな。うわ、ちょっと隠れるとこ、穴開いてる、この、ちょっと待って、ちょっと待って、ああ、やべえ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとごめん。くっそ。戦車みたいなやつの上に飛んでもうた。よしよしよし、まあ、チーな。もう上がってるよ。あっぷね。グレネードから逃げようと思って飛んだら、足場がなかった。当たってない。グレネード投げるぞ。投げるなよ。あーくそ。これどう？おー大丈夫。うわー、木箱なくなった。どうしよう。じゃあここ。あぶね。え、これ大丈夫？よいしょ。あー、ちょっと適当じゃあかんとか、あかんな。下が回らん。見えとる。よっしゃ、オッケー。おい、ネイト、ここは下げできない。下まで来られるか。はぁ、下ろしてくれ。よいしょ。サムどこ？サム、あ、サムあっちから援護してたんや。よし、リロードしとこう。すごいな。うわー、こういうのもあるんか。もしかしてこれ操縦して一網打尽みたいなこともできたんかな。違う、こっち行かして、こっち行かして。うん、それはないと。でもなんかえらい上にも行けるんやったんやな。あー、AK、 いや、スナイパーライフルで行こう。降りていいな。なんか捕まってしまった。 OK、 行こう。何？何の音？うわー、違う、いや、だから、ちょっと待って、おかしい。あー、違う、構え切り替えるのってどうやったっけ。構えの向き変更、もうええか。正面から。あれ、どっち構えみたいな。どうやられたっけ。あ、バツか。こういう、こうしとけばまだ狙えたな。よし、これな。ああ、まだ滑るとこや。もうええよ。大丈夫、なんとかなる。よし。メトラ M30、何これ。え？おお、何やこれ。ちょっとズームもできる。よいしょ。マークスマンかな。スナイパーライフルほどではないけど。ぴったりってサリバ言ってなかったか。何も見えねえ。いいから、うわ、どうしよう。どうしよう。でもガチガチのスナイパーライフルもいい。なんでサムこういう武器拾わへんの。48発。いや、でもあと3発しかないな。
こっちに変えよう。敵が武器を提供してくれるからなんとかなるわ。こっちか、こっちか。え、あそこ飛び移るんかな。よっ、あ、違う、うん、なんかおかしいことになった。うんうんってなった。そんなことがまあありましたが、私は元気です。うわあ、ちょっと戻った。だからよしよし、大丈夫。そうだ、あ、もう慣れっこ。よいしょ、単純にルートが間違ってたんちゃうかな。よいしょ、ちょっと待って、ここの敵はじゃあこれで倒そう。しまくるんだ。おお、OK。観光にぴったりってサリバ言ってなかったか。何も見えねえ。いいからこのまま水辺まで降りるんだ。ほんまや、何も見えへんな。吹雪がきつくなってる。よし行こう。降りる。こっちかな。あ、こっちや。え、違うか。あ、こっちや。道間違えた。そうやな。一歩間違えば死ぬルートをずっと移動してきてたんや。じゃ、じゃ。ピストル。今どっから敵が撃ってきたかわからん。ああ、そうか。ズームして。えい、見えてる。一人だけ？行くか。おお、飛ばなあかんかった。ああ、しまった。あいつらのことはほっとけ。行くぞ。え、嘘。ほっとくの？いや、そういうわけにいかんやろ。すごいなって。AK。よいしょ。どうすんのかな。あ、あれ。おお。でこっち飛んで、また滑る。よいしょ。ここを通っていかないと。よいしょ。バッチリ。オッケー。ちょっと待って、ちょっと待って、痛い。ほら、よっしゃ、吹っ飛んだ。これもさ、この像をバーンって壊したら倒れて、いや、そんなんやらんでよかった。深読みしたあかん。いや、ちょっと待って、ピストルの方がなんか強そう。今の銃の弾薬欲しいな。サリー大丈夫かな。こう、もう慣れっこやな。崩れる滑り、あー、ちょっと先、あっち、落ち着いて、くっそー、はい、あー、くっそー、あいつ強っ。体力あるな。あ、ごめん、怪我してんのに回復待たな、焦ってた。よしよし、ごめんって。何の謝罪や。あーか、撃つ直前にこっちも撃たれて照準が狂う。はい、治った。あれ、これ結構連射効くからもっと撃った方がいいな。治るまで待って、よし。やばいな、でもこれの弾がなくなったらだいぶしんどくなるぞ。とりあえず行けばわかる。どうしたらいいかは行けばわかる。よいしょ。これ何、これ、これちょっと待って、これも飛んだらいい、飛んだらサリーが拾ってくれる。
よいしょ、頼むサリー。あ、すー、こっからも、こっからもまだ操作すんの。死ぬ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 。さっきはヤバかったな。あいつら俺の飛行機を撃ちやがった。お疲れ様は。マダガスカルまでどれくらいだ。空振りか。まあな。何言ってんだ、見ろよ、お宝だ。まずは一枚か。残りはマダガスカルか。ああ、ええな。マダガスカルの地図が床に書いてある部屋があったから。プラス思考。あ、きっとそこだ。無駄足になりそうな気がするのは気のせいか。スコットランドに財宝はなかったんだって。じゃあ何のために来たってんだ。聖ディスマスの十字架は。だから言ってるだろ、エイブリーは仲間を集めてた。十字架は招待状で、洞窟はまあ一種の試練だよ。飛行機揺れてない、大丈夫。じゃあ俺らパスした。おめでとう、眼帯とオウムがもらえるぜ。わからん、なぜ奴らは人を選ぶのにそんな面倒くさいことをする。自己防衛だよ。エイブリーは当時世界一の賞金首だったんだ。信頼できる仲間を集めてみんなのお宝を守ったんだろ。みんなのってなんだよ。いやほら、だからさ。トーマス・デューはすでにナウテの海賊だった。んじゃ彼がエイブリーと手を組むことに何の得がある。きっとエイブリーが十字架を送ったのは自分と同レベルの海賊だけだ。もし全員が同じ場所にお宝を隠していたら。まあそりゃ船一隻ごとき霞んじまうな。その通り。察するなあ、ネイトは。それでマダガスカルのどこに行きゃいいってんだ。キングスベイだ。当時海賊のアジトだったとこだよ。知ってるよ、でかいところだ。で、詳しい位置は。それが地図の部屋は崩れちまったからな。ほら。どうした、何笑ってんだ。頭に残ってるかな。試練を通過した海賊仲間だ。奴らにただ一つ残るものは。え、何、火山が掘られてる。キングスベイの近くに火山があるな。ならそこに人飛びと行くか。ヒント散りばめるな、海賊。すごいバイブで動いてる。ああネイト、ね、ネイト。エレナ、ずっと電話してたのよ、大丈夫？ああ、てかどうして。ニュースで見たの。そっち洪水なんでしょ。モンスーンの時期にマレーシアへ行くのはやめた方が良かったかも、ね。そっか、マレーシアって言ってたんや。だな。そんで足止め食らっちまってさ、装備も壊れちゃったけどみんなは無事だよ。それならいいんだけど、明日から仕事なの。それが実は延期だから、ちょっと10日くらい帰国がずれるかも。10日も。それなら帰りのチケット私が買っておくわ。ちょっとつらいな。いや、それはこっちでやるからいいよ。てか余裕を持ってってだけのことだしさ。バレるんちゃうか、この感じ。そんなにかからないよ。わかった。でも焦らずに気をつけてね。もちろん、平気さ。あ、エレナごめん、ジェイムソンが呼んでる。そろそろ行かなくちゃ。ええ。愛してる。私も。もう分かってそうやな。で、すぐこの部屋にジェイムソンおったらもう、はははってなるけど。ネイトはなんて言ってる？衛星の情報はどうだ。今んとこさっぱりだな。電波が切れた。なあ、電波がいらないものは紙だ、うん、よし、このルートなら火山にまっすぐ行けそうだな。揺れそうだけど。それじゃあ行くか。了解、行こう。すげえ、全く違うフィールドに来た。
マジか。運転していいんすか僕が。見えるしはあんのか。地図によると火山の周りに建物がある。古い拠点とか見張り塔がいくつかな。見張り塔？ペーパー。エイブリーは世界一の賞金首だ。ドライバーですけど、ここにお宝があれば見張りが必要だったはず。その塔の一つが この車どっから来た。エイブリーのお宝も。そう祈ってよぜ。行こう。うおーおーおお、運転してるわ。え、うわ、地面にタイヤの跡が。うわうわすげえ。行こう。なんかぐじゅぐじゅしてるな地面が。こっちでいいの？適当に言ってるけど。一応まあ道なりを進んでいこう。あそこに遺跡があるぞ。何？乗り物を降りる。降りた方がええんかな。まあ、降りろって言ってるから一回降りるか。待ってろ、調べてくる。よし。で、サリバン、今でも飛び回ってんのか。なあなあ。なんや。あとコンテナどうも調に合わなくてね。うん？姉さんにも言ったけど、最近は何でもインターネットの時代だろう。うん？上か。昔とは変わったんじゃないか。下で乗り物を見つける。ああ。それもそうだ。楽しそうな会話してんな。いやーすげー。あー、動物おる。虫が飛んでる音もする。痛い痛い。ここはこれだけかな。何もないの。帰ってき方。おお、すげえ。ね、ダメ、外れた。さあ、行こう。ここ大丈夫？おい。さすがジープ。あの火山が噴火して、すべてがパーに。おお、綺麗。綺麗。火山に行くってんで、俺は真っ先にそれを調べておいたってわけ。それと、お財布に優しいレンタカーや。サムネ。サリーが調べ物するなんて、雪降るんじゃないの。お前ばっかモテてちゃ尺だろ。うん。ハンドブレーキ。おお。ハンドブレーキ。よいしょ。すごいパワーあるな。ちょっとこの滝のとこ気になるわ。絶対なんかあるよ、こんなとこ。おっ、おっ、滝の裏にある秘密の洞窟。え、いいね。いきなり大当たり。子供みたい。あっ、車はここまでってこと。いや、いける。ちょっとそ、いきなりそんな見つけてもたらちょっとあれや。もうちょっと探検させて。この乗り物を、1日にシャワーを2回も浴びることになるとはな。乗り物をもうちょっと楽しみたい。いや、でもあれが正解とは限らんか。やっぱ洞窟行こう。よし。シャワー3回でした。よいしょ。おっ、すげえ、ボロボロやん。引っ張って。そうやね、ネタバレになるね。これで、この上か。まあ、ロープはもういいわ。
よいしょ。ここかな。あったあった。お、さらに。アリソン船長。あ、エイブリーを探しに来てるやつがおる。ああ、裏返す。うん。はい、閉じましょう。まあこれだけかな。これ持っていったら二人は喜ぶかな。あ、無理や。あ、無理や。何もなかったよ。悪い、近かったからごめん。嫌やな。ロープでこうやって巻かれた、嫌やな。ちょっと、ロープ外したんやけど。おい、よしよしよし。行こう。毎回エンジン切ってんねや。よし。4回目です。よっしゃ。むしろ水路を行こう。逆に安全やから。うわぁ、すげぇ。シャツが水吸って、風通し悪くなってさ。あそこの橋相当ボロボロじゃねえか？で、車走らしたらこう、パラシュートみたいになって、おぉ、石積んでる。ここにいろ。どうした？何これ、誰が石を積んだ？きっと目印だ。他にもありそう。目印か。あ、じゃあやっぱ潰しといた方がいいな。よし、いいぞ。足まで行かないと。足どこや。追いかけられへんや。あ、こうか。こっちか。追っ手がたどり着けへんように。おい、頼むぜ、ほら。行け行け行け。頑張れ。うわぁ、フロントガラスに泥がついた。お、またあった。うぇーい。オッケー。行かないと。ほら、落ちるなよ。大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。ああ、ちょっと待って、傾いてる。ちょっと黙ってろよ。大丈夫、いける。いける。こんなとこでまだ車失われへん。もうええか、あの辺の目印は。また上がれるかな、これ。なるべく、うお、なるべく石畳みたいになってるとこ行こう。よーし、よし、頑張れ。よっしゃ、オッケー。すっげえな、ほんま。あー、一方通行やなこれ。あー、いてて、腰が。こっちか。あれ、これ大丈夫、これ。元の場所じゃないか、これって。あ、こっちか。見ろ、タイヤの跡。おお、よかった。おお、あ、なんやあれ、ブッシュベイビーかな。おらエルサ。おい、丘の上を見ろ。
塔じゃないか。待ってました。すげえな。ちょっと行こうか。よいしょ。タリバン、レンタカー屋と何を揉めてたんだ。あんたの弟がウインチをつけろってうるさくてな。ウインチはつけたくせに、なんでサスペンションは消したんだ。ウインチ当たり前だろ。雨とか泥水とかあったらどうする。ウインチなんざ絶対使わないね。ビールかけだっていいぞ。使うやろうな。よし、捕まってろ。うん、なんやこれ。あれ、どこや。おお、大丈夫。あ、 B か。タイヤの跡がある。すごい最近、おお、すごい最近走ったってことやな。誰かがやばくない。おお、おお、あれやばい。車輪が動かへん。よっ、ちょっと一回下がって。あ、やばい。ちょっと待って、ちょっと落ち着け、落ち着け。勢いつけていこう。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。怖っ。楽しい。よし。エイブリーとかテューとか大物海賊たちがここに宝を持ち寄ったんだろう。それ一体どうしてなんだよ。さあな、安全だからイギリスに追われていたんだし。なるほど。それが、お得意だったみたいだし。猿がついてくる。上目指せばええよな。よし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 。よいしょ。おお。ちょっと。塔を調べてみよう。俺も行く。お、サンゴ来んの。数百年前のものにしては状態がいい。ああ、こりゃエイブリーの時代の塔だな。なんやなんや。なんや。いや、俺もそっちから行こうと思ったのに。よし。お、なんかある。サム、見ろ。これはクリストファー・コンデントの印だな。エイブリーの時代にマダガスカルで活動してた海賊だ。詳しい。ってことはエイブリーは海賊の船長を仲間にして見張りにしたのか。いや、まさかな。それはないだろう。もしかしたら各船長に塔をあてがって部下に見張らせたとか。何しろここが目的地じゃないことは確かだ。なんかもうほんま名だたる海賊を宝のパワーでひとまとめにしてたんかな。上行きたい。よいしょ。ルフィみたいなやつかな。あ、よいしょ。